2000年以来3年連続でル・マン24時間を制覇したアウディ R8 のテクノロジーを受け継いで誕生したスーパーカーが R8 だが、そのプロトタイプとして2003年のフランクフルトショーに出展されたのがこのル・マン・クワトロである。この車の基本骨格は傘下にあるランボルギーニのガヤルドと言われたが、アウディから公式なアナウンスはない。確かに両車のボディサイズはよく似ている。全長4370mm、全幅1900mm、全高1250mm というサイズはガヤルドより70mm 長く85mm 高いが、幅は同じである。メインフレームはアウディのお家芸ともいえるアルミのスペースフレームで、随所にカーボンが組み合わされている。このため V10 エンジンを積む 4WD モデルとしては軽く、車重は 1530kg に収まっている。ル・マンカー R8 のノウハウが最も生かされているのはその V10 エンジンだ。バンク角90度で片バンクずつターボを与えられたこのユニットは FSI というガソリン直噴方式を採用している。そのスペックは最高出力610馬力、最大トルク 76.5kg という驚異的なものだが、緻密なマネージメントや信頼性などには R8 で得たノウハウが生かされているに違いない。可変バルブタイミング機構も備えるこの V10 エンジンによって、ル・マン・クワトロは時速100キロまでの到達時間 3.7 秒、最高時速345キロという超ド級のパフォーマンスを発揮する。ギアボックスはパドル操作が可能なシーケンシャル6速マニュアルだ。2006年、ほぼこのままのスタイルで R8 がデビュー。当初は V8 のみの展開だったが、2008年末に V10 モデルが追加されている。